おい戻ってこい。本席乱席乱造人タッピ会話。いやー、よろしくお願いします。2周年です。2周年でございます。2周年記念すべき日にはですね、やっぱ記念日に食べ行くじゃん、特別なところに食べに行くじゃないですか。それを踏まえた上でちょっとこういいお店を紹介したいなということで、そこがいいお店なんですよ。ここでは言えないんですけどね、いいお店なんですよ。いいお店なの、はい、俺も知りたいわ。よし、じゃあ、行ってみますか。よし、行きましょうか。行きましょう。せーの。こう飛んだりとかしてこううんみたいな感じのこのトランジションがあるじゃん。古いな、古い人あるやろ。古い人あるじゃん。待て。本蘭梁兆人特別会話。今次紅色为我们推荐他觉得好好味的餐厅，究竟是哪间呢？こちらですか。はい。というわけで本日のレストラン、はい、銀座岩さんでございます。いや、おすすめレストランで、あんたのレストランやないかい。神は、はい、春春です。いやあのさ、いっぱいお客さん入ってるでしょ。いや、もう、いや、ぜひとも。困ってんの？困ってません。困ってませんけど、もうそろそろ正体バラしてもいいかなと思って。2年でしょ。2年ね。バラします、正体。お寿司屋さんです。まあ、いや、知ってると思うよ、結構みんな。本当に知ってると思うよ。まあまあ、でもね、改めてどういうところでどういったものを出してるのかっていうのをちょっと、みんなに、ね、ご紹介させていただきます。紹介して、はい、まあ、俺は知ってるけどね、もう本当美味しいのはもう知ってるから、ありがとうございます。あれなんですけどね、はい、まあ、改めて、はい、それでは早速一品目お願いします。はい、いきます。気合入ってんな。うん。夏の前菜でございます。ご賞味ください。いやー、いいですね。夏らしいですね、これ。夏の前菜でございます、うん、涼しげなグラスの中に、これは下の方は岩もずく、はあ、岩もずくですね。で、真ん中に水タコの足ですね。生のタコです。生のタコ、はい、おの上にオクラを叩いたやつを、うんうん、お酢で合わせて伸ばしてます。すごい。の上にミョウガ、もう夏を代表する一品でございます、うん、いいっすね。ぜひ日本の食材を使った高前菜、うん、いただきます。どうぞ。うん、うまい。遅かった。うまい。いや、ほんまにうまい。おい、食い気味しちゃったからね。タコの食感と、これ、うん、このもずくすごい食感よくない？シャキシャキして。いいね。うん。うん、あとこのミョウガの香りがすごくいいですね。そう、やっぱ夏ですね。うん。うん、うわ、タコが。これ生ダコで。生です。すんごい新鮮やね。新鮮。もうね、サクサクする感じの食感。いや、これはね、なんかね、すごく体が気持ちいい感じがするわ。ホイワイでございます。そう、ホイワイ、ホイワイ。これはすごく美味しそうね、なんか。うん。外の暑い中で入ってきて、まず一発目、こういう涼しげな一品ですね。いいですね。ありがとうございます。いいじゃないですか。ありがとうございます。とんでもないです。はい。好靓嘅紫蘇花同埋下面系，これ下にあるのは何ですか？梅肉醤油です。わさびを混ぜた梅肉醤油ですね。紫蘇花嘅紫色同埋梅肉嘅紅色、好靓、綺麗ですね。いただきます。なんだこれは。この香ばしい香り。これはイサキの皮を炙っている。油も素晴らしい。そしてこの梅肉との相性は何だ？あ、後に似てるこのシソの香り、この組み合わせは最高だ。なんて美味しいんだ。俺にも喋らせろや。俺にも喋らせろや。なんか美味しいね、これ。2品目っていうのがいいよね。そう、1品目ホイワイ、そう、
2品目でこのまたちょっとこの梅肉の酸味と、いやー素晴らしい。1品目2品目来てるわ。こうお願いします。へい、フィッシュボーンスープ。フィッシュボーンスープです。アラ汁ですね。すごい香りがいいですね。いっぱい頭とか出るじゃないですか、お魚の頭とか骨とか、うん、キープしといて、うん、まあ、ある日まとめて3時間ぐらいコトコト炊いてます。うわー、それのスープです。すごいな、おいしそう。もう魚の美味しいエキスが詰まっております。いただきます。へい、うわ、これは絶対美味しいやん。これ無駄なく、うわ美味しい。ありがとうございます。これ結構みんな好きよ、香港の人ね。魚の旨味がさ、うん、もう余すところなく、そうぎっしりギュッとギュッと詰まってる、詰まってます。味がしっかりしてて濃厚やね。そうでね、香港の人結構割と前半にあったかいスープ持ってくると結構喜ばれるというか、うん、あのお寿司って冷たいイメージだから、こういうあったかいのを結構飲むとお客さん喜びますね、うん、これは美味しいわ。もったいないやん、もう全部こう煮出して骨まで愛してっていうなんかくれるかなと。何でもくれないね君、そんなん聞いてなかったしみたいな顔せんでよえ、ごめん聞いてない。おい骨まで愛してって、骨まで愛して。そうすごいするやな、すごいするやな。まあ、いいや、フィッシュはもう全部飲んだわ。フィッシュボーンスープです。フィッシュボーンっていう感じで、フィッシュボーンっていう感じやね。そうそう、でも俺話変わるけど、寿司屋でこんなでっかい声出したら初めてや。ない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 今日撮影やから、今日撮影やから大丈夫だ。じゃあ4品目お願いします。おいっす。こちら、カツオのワラファイヤー。うわぁ、ワラファイヤー。ワラファイヤー。いや、もう、金牛がここ、ヘンメイ。ワラファイヤー。これはいいですね。いやね、本当はお客さんの目の前でやりたいけど、うん、無理かな。キッチンや、これ絶対。キッチンで。無理無理無理。うわぁ。ほんとシンプルに今回は、うん、あの、塩とすだちだけで、うん、あの、いぶした、カツオを塩と、ほんとに高知スタイルかな。なるほど。うん、でダチョクセチョイブンサンゲメイトね。うん。いただきます。ぜひ。美味しいね、これ。うまい！お、出た。出ましたね。これはめちゃくちゃうまい！出たね。うん！わらの香りって、カツオに合うよね。合うな！カツオのさ、血生臭さとかを、うん、そのわらの香りがなんか旨味に変えてくれるみたいな。そうなんよ。うん、僕、金牛とったっけ、鮮明ユンチューもさ。少しあるじゃん。うん。それがこう。だけど、オーラウチ、金牛がここ、ジメ、シンメ。そう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 。オーラの香。ガーマイ、ここ、ファンハヨガ。わらのファイヤー。あ、すごいね。つぶ貝です。そう、北海道産のつぶ貝です。綺麗に線が入ってんね。そう、うん、こうすると醤油が乗っかりやすいっていうか、うん、どうぞ。よし、じゃあレッドが好きな、そう、つぶ貝美味しいですよ。いただきます。どうぞ。あ、うん、にごはおがん。あのね、つぶ貝よ、ほうやう単線だれ、僕ここ単線ね、ほよいれいげ、おこんぜんれいろけ、なんか、コリッコリッコリッとしてる。そう。ハオガン。好き。すごいな。結構ね、みんなこれも反応がいい。皆さんこれ、おーっていう感じで結構喜ばれるというか。おー。うん、びっくりした。歯ごたえ。目が覚めるような歯ごたえ。
うまっ、クリックリックリ。つまみで出すのは結構多いのよ、そのお店。普通にお刺身で出すのはいいんだけど、お寿司で出すとこあんまないかな。結構寿司が好きだね。いやー、美味しい。すごいね、チュントン、誰？ヤオケンヘイ。次！はい！なんかほわほわプリプリやね。もう美味しいよ。あの、テクスチャーがすごいね。すごい。プリプリ柔らかいね、ものすごく。いいですね。うん、今の時期だけのこのね、白鬼なんですけども。白鬼って俺あんま知らんねんけど、珍しいの。いや、まあこの時期。この時期だけ。時期。うん。そうなんや。これのね、超いいやつが、旗手のウニってそのブランドがあるんだけど、もうね、高くて買えない。1個4000、5000とかする。マジでいいやつやったら。うわぁ、それはもう本当にもう日本の超一流の高級店には行くんだけど、もう香港には絶対来ない。そうなんや。うん、来ない来ない。の白鬼。白鬼。まあでも僕好きで、うちはね、今の時期やったらこの白鬼と赤鬼と赤鬼の昆布締め3種類のウニ使ってます。へぇ、なかなかいいでしょ。ウニ好きだからみんな結構。お前香港の人ウニ好きやからね。好きだからね。そう。いやー、最後に来ましたね。いや、まあでもね、普段もこれだけじゃないからね。まあいや、まあお任せコースはいっぱい。まあ今日は本当に今日の一部ね、ほんま一部抜粋して、うん、少しですけどね。まあまあでも、いや本当今日ありがとう。どうです。うまいの知ってるけど、知ってたけど、本当にありがとうございます。うまい。ありがとうございます。よかった。じゃあ最後に、はい、香港の皆さんにメッセージお願いします。はい、まあいつもはですね、こうして青と赤でですね、うん、ふざけたことばっかり、ありがとうございました、ふざけたことばっかりやってますけども、本当はちゃんとしたお寿司屋さんでございます。もしよろしかったら皆さん遊びに来てくださいね。待ってます。夢を求めてこの街へ降り立ったフィッシュボール。とてもさ、はい、お店に来ていただいた人、はいはい、もしお店に来て小田山さんに元気よくビシボーって言ってくださった方には、はい、あ、なんかプレゼントみたいな、なんかありますかね、なんかできますか、何でもいいよ、チューとかでもいいし、それはなんかチューされた人やったらいいけど、されたないやったら別にやろうし、なんやろう、じゃあお酒300ml サービスしますよ。おお、お酒300ml、おお、いいの、そんなに、いいよいいよ、300ml やろ、そんなにいいの、いいよいいよいいよ、お酒300ml、なんか一発ギャグとかでも別に、え、よかったよ、ね、いやいや、そんなお客さん持ったら嫌やん。全員それ見てくれたら全然いいけど、全員でこうわーってなったりとか、でもなんか、え、他の人ってもいいみたいな、なんかあると嫌やんか、もうやったらもう酒やん、もうフィッシュボールくれたりと、みたいな、うわ、素晴らしい。ありがとうございます。フィッシュボール言ってくださった方には、お酒300ml。いいじゃないですか、なんか。ありがとうございます。いいところで作ってあげますよ。まかないつくんで。